皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。アメリカ最大級の野外音楽フェス、こちらに出演するなど、海外でも人気の音楽ユニット、YOASOBI が海外進出に拍車をかけるようだ。その方法というのが、BTS や l セラフィムニュージーンズらを擁する韓国の大手芸能事務所ハイブハイブとの連携強化というから驚きだ。写真、頭に乗ってるやん、の声、いくらが公開した奇跡ショット。 ルセラフィムとの豪華ショットも k p o p に詳しい音楽ライターがこう明かす YOASOBI は h イブ e が運営するグローバルファンプラットフォーム Web Earth に公式コミュニティを6月11日にオープンすることを発表しました Web Earth は昨年6月に累計アプリダウンロード数が1億7月には月間アクティブユーザー数が1000万を突破するなど世界中のファンが集まっています そんな舞台でファンとの直接交流のほか、楽曲やトークなどのオンラインライブを行うことで、さらにグローバルなファンを獲得していく狙いがあるようです。YOASOBI は公式 X に使い方は絶賛考え中ですが、皆様にとっても楽しい場所にできたらと思っています。と含みを持たせています。これに加えて、YOASOBI は公式コミュニティオープン直後となる6月15、16日に韓国。 新川のインスパイアエンターテインメントリゾートで開催される2024ウェバースコンフェスティバルに出演する出演者のほとんどがハイブ参加レーベルの K-POP 系アーティストですから夜遊びの出演は異例とも言えます全出の音楽ライター夜遊びはコンポーザーの綾瀬とボーカルのいくらからなる小説を音楽にするユニット2019年11月に公開したデビュー曲「夜に駆ける」 が国内の各種配信チャートで1位を獲得し2020年の年間ビルボードジャパン総合ソングチャートとストリーミングソングチャートでも1位を獲得するなど国内の音楽市場を席巻した昨年大晦日放送の第74回 NHK 紅白歌合戦では大ヒット曲「アイドル」を国内テレビ初披露し桜坂46乃木坂46のほか k p o p 系のストレイキッズ ニュージーンズ、17, 20, ans, ルセラフィムラとのコラボダンスが注目を集めた。アイドルはテレビアニメ、推しの子のオープニング主題歌で昨年4月12日に発売。6月10日付のアメリカビルボードグローバルチャートで日本語楽曲としては初めて1位を獲得するなど世界的なヒットとなった。この勢いに乗って2023年8月には音楽レーベル88ライジング主催。 『ヘッド・イン・ザ・クラウズ』で初のラフェス出演を果たし、今年4月にはアメリカ最大級の野外音楽フェス、コーチェラ・フェスティバルに初出演するなど世界で存在感を強めている。その夜遊びがどこで k p o p とつながったのか。スポーツ紙芸能デスクがこう指摘する。2023年1月2日にニュージーンズが新シングルアルバム、OMG。 を発表すると綾瀬は翌日、X に新年早々ニュージーンズの新婦にやられたなこれ。よすぎて悔しくなった。今年は明確に明瞭に、勝ちに行く、と書き込んだところ、162万件も表示される反響を呼びました。ボカロ P の綾瀬が k p o p のニュージーンズをライバル視していることに驚きが広がったのです。ファンにとっては意外な組み合わせだっただろうが、実はしっかりとした伏線がある。 夜遊びで綾瀬とタッグを組んでいる。イクラこと。イクタ・リラは、2021年にハイブレーベル所属の五人組ボーイズグループ。トゥモロー・エックス・トギャザー、トゥモロー・バイ・トゥギャザーが発表した。日本ファースト EP 収録曲、ゼロ・バイ・ワン・ラブ・ソング、アイ・ノー・アイ・ラブ・ユーにフィーチャリング参加しています。この縁で、イクタは、今年四月二十日に NHK 総合で放送された。 のナレーションを務めました綾瀬も昨年9月に放送された nhk ミュージックエキスポ2023でニュージーンズと共演しやばいですねただのオタクですから本当に好きですと大喜びしていましたニュージーンズが今年6月に開催する東京ドーム公演にも夜遊びがゲスト参加します このようにヨアソビとハイブ参加アーティストは互いの影響力を使って連携しそれぞれ韓国進出日本進出を後押ししているのです前室の音楽ライターヨアソビが今年6月のウェバースコンフェスティバルに出演することについてはリベンジとの見方もあるリベンジ出演ヨアソビは昨年12月に韓国の高麗大学タイガードームで公演を行いましたが もともとは体育館なので音響が悪かった上、キャンパス内の一番奥にあって交通も最悪なので一部ファンから不満が漏れていました。一方、昨年3月にオープンしたインスパイアエンターテインメントリゾートはインチョン国際空港からタクシーで10分と交通支弁で、1万5000席の多目的ホールのステージ環境は良好です。 ソウルはアイドルがコンサートを行う施設が日本より少ないためヨアソビは前回仕方なくタイガードームを選んだのかもしれませんが今回は韓国のファンを十分満足させられるでしょうどうこのようにヨアソビが海外で活躍する機会は着実に増えているただ懸念材料もあるという 世界最大の音楽配信サイト Spotify で調べると夜遊びの月間リスナーは約840万人と世界的に見るとまだまだこれからです。幾多がフィーチャリング参加した TOMORROWXTOGAZER は991万人、NewJeans ーーに至っては1630万人とほぼ倍です。 ウェバースやウェバースコーンへの参加は人気が世界に広がっている k p o p の勢いに乗ってさらにストリーミング回数を増やしていきたいという計算が見え隠れしますね、どう ?10 月に京セラドーム大阪、11月に東京ドーム公演を控える夜遊びは最近、ロバート・デ・ニーロ、ウィル・スミス、アルパチーノ、大谷翔平、西島秀俊らを顧客に持つ米王手エージェンシー、CAA ・クリエイティブ・アーティス・トエージェンシー。 エージェント契約を結んだこととでも話題となったアメリカ、韓国、両ルートを通じて世界進出を急ぐ y o a 来年夏ごろに活動を再開する BTS とのコラボまで視野に入っているかもしれない。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。